入れられた可能性が高いとみて、今日も金野容疑者の自宅を家宅捜索して、袋詰めにした場所の特定を急ぐとともに、雑木林の現場検証を続け、遺留品などがないか調べています。また、これまでの雑木林の現場検証で、血液反応は出ていませんが、遺体と一緒にポリ袋に入っていた新聞紙に血がついていたことから、警察は他の場所で遺体が切断されるなどした際に新聞紙が使われ、一緒に袋に入れられて運ばれた可能性もあるとみて捜査しました。一方、金野容疑者は以前黙秘を続けていると見ることです。HBC ニュースでした。日本全国に届けていきたい、そう思う。名前だけでは
それはそれなり